プラスチックで作られた造花ペーパーフラワー造花は、本物の花に似せて作られた花のことである。室内の装飾のほか、送信用造花、食品装飾用造花、葬祭用強化などの用途がある。枯れてしまう本物の花と違い、造花はいつまでもその状態を保つことができる。花だけの場合もあるが、茎や葉をつけたもの、中には植木鉢に植わった姿そのままを再現したものもある。 方向性としては、花に見えれば、何でも良い。時には明らかに空想的な花というのもあり、逆に特定の植物の種を模したもの、できるだけ本物に近づけようとする方向もある。また、増加は干渉する楽しみだけではなく、新しく作る楽しみも味わうことができる。最も古い増花の例として、中国のサムスン体遺跡から出土した、紀元前2100年、紀元前9世紀頃の、 神樹の名で呼ばれる、聖銅製の不創の木がある。日本での最古の記録は、天平商法4年の東大寺大仏、海岸供養会に備えられた、蓮池という金属時で作られた、蓮の花がある。造花は、宮廷の飾り物や、寺社の備え物として作られた仏具を起源として、様々な形に変化していった。造花には、手芸で作られる、 成功なものや花紙を追って作る簡単なものなど様々なものがある。商品として市販されているものは使用する素材やその用途により一家のように呼び分ける。香港フラワー植物体のすべてをビニールでも増した増加で一見して安っぽいのが特徴。かつては増加の代名詞であったがシルクフラワーにその地位を譲り、製品自体も廃れてしまい目にすることもなくなった。 シルクフラワー名前に、シルクとあるが絹ではなくポリエステルを主な素材としている。当然絹の高級感とは無縁でこれもかなり安っぽいが、香港フラワーよりはいくらか見栄えはする。この言葉自体が世界各国で増加を意味する普通名詞として通用する。水中下水中に投じると花や葉が開く増加で、夏場に漁を得たい時に金魚の入った水槽や金魚鉢、 透明なガラスのコップなどに投じて干渉する。季節商品であり、それなりに見えればいいという考えから、他の増加に比較して、作りは稚拙だが、沈んだ時の演出効果を考えて、色使いは原色を多用したかなり派手なものになっている。また、水を入れた器のサイズに制約されるので、全体的に小さく、水中に沈んだ時に、重しとなる鉢に相当する部分が必ずついている。 素材は古くは和紙製だったが、現代のものはこれもまたポリエステル製である、夏の季語、パンフラワー粘土やテープ、ワイヤーなどで花びらや茎などのパーツを作る、クラフト系の手芸、またはその作品、クレイフラワー、パンの花、パンアートなど国内外で別名や流派が多く、使われる粘土や用具にも差異がある、プロによって作られた完成品が売買されている一方、 近年はカルチャーセンターの科目として定着しつつある。パンフラワーはメキシコでの余ったパンを材料にした民芸品が起源と言われている。ありがとうございます。